マット、ハッティッティ、ソト、マドゥーラ。揚げ麺に粉末スープと調味油、ソトパウダー、チリパウダー、ライムリーフクレスがついています。麺は 2.5 ミリの軽い扁平で、表面は固めですが、角は立っておらず、穏やかな舌触りです。気泡感はなく、適度な重量感があります。自己主張する麺ではありませんが、しっかりした存在感があります。あと時間に湯のみが少ないように感じました。スープはゴモゴモした濁り感がある薄めの茶色です。とにかく味や香りの要素が多く賑やかな印象です。植物を右から根まですりつぶした香りがあり、また動物性の旨味もありますが、何なのかはよくわかりません。辛すぎない程度の刺激とニンニクや玉ねぎの香りもします。とにかく複雑なスープです。後入れのふりかけも華やかな香りがして、またふやけた揚げ玉のような食感のカークが入っています。ジャワ島の東のマドゥーラ島のスープを再現した製品とのことで、ここへ行って食べてみたくなりました。みんな大好きトントン。